今ちょうどスワローズが一塁ベンチ前では今エンジンを組んだんですが今なんか揺れたんですか私たちなんかちょっと力入れて喋ってましたんで僕どうしたの自信があったみたいながた,<ー>ただ今東京有楽町日本放送のスタジオでかすかな揺れを感じましたただいま東京有楽町日本放送のスタジオで 細かい、かすかな揺れを感じました。日本放送の震度計は現在1を指しています。日本放送の震度計は現在1を指しています。え詳しい情報が入り次第お伝えしますえ。先ほど、今情報が入りました。先ほど5時38分ごろ。 東京有楽町日本放送のスタジオで地震と見られる揺れを感じました。先ほど5時38分頃、東京有楽町日本放送のスタジオで地震と見られる揺れを感じました。日本放送の震度計では震度1を観測しています。海岸近くの方は念のため津波にご注意ください。 えー、詳しい情報が入り次第改めてお伝えします。各地の震度や津波があるかどうかなど、詳しい情報は入り次第改めてお伝えします。えー、先ほど5時38分ごろ、東京有楽町日本放送のスタジオで地震と見られる揺れを感じました。日本放送の震度計では現在震度1を観測しています。えー、海岸近くの方は念のため津波にご注意ください。各地の震度や津波があるかどうかなどは、 詳しい情報入り次第改めてお伝えします。そのまま引き続き日本放送をお聞きください。え先ほど5時38分ごろ、東京有楽町日本放送のスタジオで地震と見られる揺れを感じました。日本放送の震度計では震度1を観測しています。海岸近くの方は念のため津波にご注意ください。また各地の震度や津波があるかどうかなど、詳しい情報は入り次第改めてお伝えします。 引き続き日本放送をお聞きくださいさあそしてここで、えー、報道デスクの森田浩二デスクがスタジオに入ってきてくださいました森田さんよろしくお願いしますはいお伝えします気象庁によりますと先ほど 午後5時37分ごろ、栃木県で最大震度3を観測する地震がありました。震源地など詳しい情報は入ってきておりません。東京有楽町の日本放送の地震計は震度1を観測しました。震源が仮に海底の場合、津波が発生する恐れがあります。今後の情報に注意してください。先ほど午後5時37分ごろ、栃木県で震度3の地震を観測しました。各地の震度は、震度3が栃木県南部となます。 なっています。震源が仮に海底の場合津波が発生する恐れがあります今後の情報に注意してください東京有楽町日本放送の震度計は震度1を観測しました気象庁によりますと先ほど午後5時37分頃関東地方栃木県南部で震度3を観測する地震がありました震源地など詳しい情報はまだ入ってきておりません 東京有楽町日本放送の震度計は震度1を観測しています。各地の震度は震度3が栃木県南部ですえ。震源が仮に海底の場合には津波が発生する恐れがあります。今後の情報に十分注意してください。また上から落ちてくるもの、それから倒れてくるものに十分注意してください。 気象庁によりますと、先ほど午後5時37分ごろ、栃木県南部で最大震度3を観測する地震がありました。東京有楽町日本放送の震度計は震度1を観測しています。 震度3は栃木県南部です。今津波の情報が入ってきましたが、この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、先ほど午後5時37分ごろ、栃木県南部で最大震度3を観測する地震がありましたが、この地震による津波の心配はありません。 震源地が入ってきました。震源地は東海道の南方沖で、震源の深さはおよそ380キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。先ほど午後5時37分ごろ、栃木県南部で 最大震度3を観測する地震がありました。震源地は東海道南方沖。震源の深さはおよそ380キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されています。 東京有楽町日本放送の震度計は震度1を観測しましたが、この地震による津波の心配はありません。先ほど午後5時37分ごろ、栃木県で震度3を観測する地震がありました。震源地は東海道の南方沖。震源の深さおよそ380キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。以上、日本放送地震速報でした。 森田浩二デスクでした。ありがとうございました。それでは再び神宮球場からお送りします。